クラム族はアルファイに不正中心を持つカルボニル元への嗅覚不加反応の立体選択性についての経験則である。1952年にドナルド・ジェームス・クラムらによって提唱された。このクラムのモデルにおいてはカルボニル元のアルファイの不正中心においてはカルボニル元の酸素原子に配位したルイス酸との立体反発により最も立体的に大きい一置換気が カルボニル元とアンチペルプラナーに位置する立体ファイザーを取る分子が優先的に存在していると考える。そして、この立体ファイザーにおいて最も立体的に小さい置換器のある側の面から嗅覚負荷が起こった生成物の方が優先的に得られる。また、1959年に αi にヒドロキシモトやエーテル結合を持つ化合物についてのモデルも クラムラムによってて提唱されているこのモデルは、キレーションモデルと呼ばれ、ヒドロキシモトやエーテル結合の酸素原子がカルボニル元に配位している、ルイス酸とキレイと結合するため、ヒドロキシモトやエーテル結合は、カルボニル元とシンペルプラナーの立体灰座を取ると考える。そしてこの立体灰座において、最も立体的に小さい地換気のある側の面から、 嗅覚負荷が起こった生成物の方が優先的に得られる。クラムのモデルは電子的な効果については考慮していないため、アルファアイにハロゲン置換気を持つようなカルボニル元への嗅覚負荷反応の立体選択性はうまく説明できない。このため立体電子効果を取り入れたフェルキン・アーンのモデルが提唱されている。ありがとうございます。